板橋スピードハローソニック。麦1回目です。ロータリー幅 2m80、 ETO は旋回転限定、6枚刃採用です。ショートディスクです。クバンランドのショートディスク、2m50、 作業幅 2m50。 取れるだ。あ、でもダメだ。ローラーが、このローラーも重いな。もっと深く刺さるだ。オプションでクバーランドのショートディスクと、小橋の、スピードハローソニックの比較をしてみました。まずクバーランドのショートディスク、駆動 PTO がなくて、メンテナンスがほぼないところが利点です。ディスクは、10センチから15センチぐらい、畑の硬さによって入る角度も違います。それからスピードハロソニックの方は、駆動、PTO 付きで、一番前にディスクが 1,2,3,4,5,6 本、タイヤで沈んだところに土を持っていく役割みたいです。PTO の刃は6枚刃を使用、浅く 10センチから最大で15センチぐらい入るそうです。 PTO は旋回転、仕上がりは今この補助はショートディスクで、麦を1回かけた状態です。これがショートディスクの後、それから隣の補助は小橋のスピードハローソニック。 PTO があるだけ綺麗ですね。麦を1回でここまで細かくします。重量は、ショートディスクの方が 1300kg、 スピードハロソニックの方が 1200kg です。で、両作業機とも 10kg ぐらいスピードが出ます。はい、小橋のスピードハロソニックの方が、爪の交換が必要になるのでランニングコストがかかります。1
方、こっちのショートディスクの方は、このディスクがだいたい700ヘクタールぐらい持つそうなので、こっちの方が、ランニングコースはかかりません。さあどちらを選ぼうか悩みます。